頼む。ただだな。寄りすぎやえ足寄りすぎやと思う。右左右足が流れすぎ流れすぎとおとなしくしたりしたらいいよ。いいんで伸びてもいいかな。動くよ。うい、レジランド。どうにかなりそう。えサンドどうやった。サンドどうやった。あサンドは結構80、70とかはすごいバチバチだったんですけど、グリーン前がやっぱ下手です。分かってるやん。グリーン前で来い。控えてこいやん。角度作ろうと思ったらやっぱダメです。ダメなのかな。絶対ダメですよ。こっから入んのにどうやって角度作るんですか。だからシャンクするんですよ。自分で角度作る。やばいんだよ。これが強いかな。角度つけたいんだよ。でも鍵が当たらないから。そうするとこう払ってショックだよ。手がおかしくなったらいいよ。すぐ通すしすぎちゃう。え？すぐ通すしすぎちゃう。右からねじってみたら。右からねじる？フックで今までみたいに。全くフックせんかこれは。まだヘッドも効きじゃない。これがやっとだもん。今の俺にフックって言ったらフックしてないよね。そもそも距離が足りてない。えそのアイアン使ってるのに距離が足りてない。決めちゃう。9番9番
ローがちっちゃいもん。畳みすぎやろ。え？左に畳みすぎ。残し畳むから腰かばってるみたいな。上に回ってきた感じだな。練習してね、もう回らなくなっちゃうんだよ。ドライバーはまあ長いから勝手に振られるからな。全然少しね、もう右手が下のままやった。振るほど上に上がるだけですよ。前に前に僕ラッチに魂食い魂食いって言われすぎなんですよ。ロングアイアンいいんですよ。だからアマチュアのその皆さんのスイングスピードじゃない、あの高さぐらいですよ。吹いてて、そうね、振れなくなってんの、フックしなくなった。こんだけ手にじにじくり返してんの、まっすぐだ。一回あれか、俺もあのこう毎年恒例のクロスを直すぞ練習しなきゃダメなのか。シャッターウェイクも作れなくなってるってことだろ。あのくらいいかないとな、アゲンストでも9番で。いいんすよ、9が8の6となった後で。ちょっとやりすぎてんだな、俺。気にしてないから。
入れてんの。皆さんパンチ打つしたらダメ。え？皆さんパンチ打つしたらダメ。パンチダメ。絶対ダメ。パンチの方がラインに出るよ。でも要はもういっぱいのクラブ持ってやるイメージだから、これ例えば9番で140はこのピンだったら、今回は普通のショットであそこにいかないといけない。今は閉まって、閉めて打てないよ、多分。打てないんだよね。本当のパンチじゃないもん、行っちゃってるパンチだもんな。閉まったパンチ、閉まったパンチ。いや、生かしていいんですよ。え？生かしたローフックから入った方がいい。今頃生かしていいんだ。それができて初めて生かせないしないと。え、いやいやいや、いやビュータみたいなああいう感じのあれはできないけど、いっちゃうの。こういう生かしだから。左が ちゃんとリードできてない生かしだからさ。下止めるから。生かしと周りを合わせないと。トイレずれるの。生かして回るの。これの当たりできるよな。